おはようございます。役員会後の会見を行わせていただきたいと思います。私からは昨日も申し上げたんですけれども、この国会は今極めて異常な事態に突入をしてしまった、その責任は民主党にあるということを改めて申したいと思っております。衆議院参議院ともに院の構成が変わる、本来であるならば特別国会と同じような状況になっている、この衆議院の中ではその控え室の配分もやり直さなければならない、このような事態から一日も早く私どもが求めておりますように、衆議院参議院での予算委員会並びに税と社会保障の特別委員会を参議院に速やかに設置して、法案の成立に向けてですね、与野党が協力をしなければならない状態にあるのだと思っております。この異常事態を一日も早く解消する責任、そしてこの異常事態を招いた責任というものは極めて重い、この野田政権のレジデマシーというものは全く私は今回の分裂劇でなくなったんだと思っておりますので、一日も早い国民の皆様方の声を聞くということに総理はですね、決断をする責務があると考えております。それでは今日の模様についてお話をさせていただきます。谷垣総裁より、民主党が分裂状態となり、民主党という政党の問題点が顕在化した、また野党として与党の問題点を指摘してきた結果でもこの事実はあるのではないか、政府与党もハンドリングに手間取っており、与党のせいで国会が空転している、三党合意を誠実に履行していかなければいけないが、与党のマニフェスト違反も明瞭となり、政権担当能力も脆弱化している、一刻も早く解散に追い込むことをしっかりやっていきたい。大島副総裁より、政権交代時の300を超える衆議院議員の政権基盤は大きく崩れた、早く民主党の責任で国会を正常化していただき、参院での一体改革について大いに議論をしていただきたい。私からは野田総理のこの状況を回復するのは野田総理の使命だと、一日も早くやるべきである、もはや民主党には政権を維持する正当性も政治基盤も失われたと、一日も早く国民の信を問う段階に来ている、こんなお話をさせていただきました。岸田国対委員長より、離党により院の構成が大きく変わる、民主の責任で一日も早く空転した国会を収束するよう強く求めていく、今日昨日ですか、電話で城島国対委員長より陳謝の言葉はあったそうでございます。ただ忙しいということで、会いには来てないそうでございます。脇参院国対委員長、12名の離党者の扱いをしっかりやり、国会を正常化させるよう強く求めているところである、自分たちが決断できないので国会を止めているという罰は極めて重い、罪は極めて重い、与党の決断の問題である。中曽根会長より、民主のごたごたで国会が止まっていることを強く訴えたい。水戸参議院幹事長より、民主が機能不全で全く対応できていない、参議院の幹事長が謝罪に来たそうでございますが、謝るだけだったと。茂木政調会長より、大都市問題について各党間で合意できなければ、党内手続きに、できればですね、失礼いたします、党内手続きに入る。小沢氏が三党合意について批判しているが、小沢氏が求めた、じゃあ大連立というのは一体何だったのか、大きな矛盾である。総務会長より、今日は総務会はないということでございます。河村選対局長より、大島知事選挙、山口知事選挙について、甘利広報本部長より、カフェスタの1周年の御礼、先週の木曜日でございます、23番組67名の先生が出演、27万8545人の視聴者、6万8428回のコメントが寄せられたそうでございます。遠藤代理より、対中農産物不正輸出の農水省の調査報告書について、役人がですね、そもそも大臣にどうでしたかということは聞くことはできないので、第三者によるさらなる調査を求めるとともに、加納筒井田中氏の3氏について証人喚問を強く求めていく、以上のようなお話がございました。私からは以上でございます。
それでは質問のある方はお願いいたします。共同通信の鳥成です。小沢さんが昨日離党届を提出して近く新党を立ち上げるという意向を表明されましたけれども、で他党と協力すればですね、衆議院にその内閣不信任決議案を提出することも可能になったわけですが、ただ自民党公明党の中からはこの一体改革関連法案が成立する前にですね、その不信任案に同調するということには否定的な声が多いように思いますけれども、幹事長のお考えを聞かせていただけますか。これは昨日もお話をさせていただきましたけれども、参議院でですね、速やかに特別委員